はい、こんにちは、ヨネチャンネルです。今日はですね、札幌市南区にある、小さなレストラン、いつもお花さんというですね、洋食レストランに、行ってきました。こちらの南区の方ってですね、私ちょっとあんまり行くことがなくてですね、今日はね、ちょっと事前に行く前に、まこまない大好きというですね、お友達がおりまして、その方からですね、何店かお店ピックアップしてもらって、その中のね、一店に今日は、来て、昼食食べてみました。店内はですね、結構思ったよりね、広い感じで、ハワイですね。ハワイアンなんか料理とかも、そういうものもね、ちょっと多い感じな、メニューになってましたね。なんかロコモコとかね、なんかハワイ風 おにぎりみたいな、なんかそういうのとかもメニューに書いてましたので。はい。で、今回ですね、一応、うちの相方はですね、ムール貝のパスタを食べまして、私の方はですね、チーズのハンバーグを頼みました。はい、こちらの、パスタの方もね、ちょっと量はね、少しこう少なめな感じで、女性の方にはね、いいのかなと。ちょっと男性から見るとね、ちょっとボリューム少し少なめかなと思いましたけど、こちらがハンバーグですね。デミグラスチーズハンバーグということで、ハワイのね、なんかヤシの木は食べれませんということで、こちらのご主人さんがですね、お話ししたわけではないんですが、非常に明るくてですね、見た目的にもなんか気さくで、人の良さそうな、ご主人さんでしたね。で、こちらのハンバーグなんですけど、もうね、ずっと熱々で食べれる感じで、本当にハンバーグもね、ご飯もね、ちょっとフーフーしながら食べるような、最後までね、結構熱々で食べれる、美味しいハンバーグでした。はい。で、こちらのですね、南区の方、場所的にはですね、マコマライアイスアリーナからずっとね、芸術の森に向かう方で、車乗ってる方は分かると思うんですけど、右カーブしてですね、ちょっと上り坂上がってったら、右側にラーメン屋さんがあるんですけど、その隣ぐらいにあるですね、場所でした。で、このね、いつもお花さんって、今度ね、行ったら、この名前が非常にいいなと思ったんですよね。小さなレストラン、いつもお花。ちょっとね、どういう意味なのか、今度行った時にはね、ちょっと聞いてみたいなと思います。ということでですね、今日は、札幌市南区真駒内にあるですね、小さなレストラン、いつもお花さんの、紹介動画でした。はい、ありがとうございました。